はい。第11回目。第11回、イレブン。どうもどうもどうも。ロックな学校。うわおきれいに映っております。ありがとうございます。今日はもういつになく明るく映っております。サンキューボーイ。天満駅前の3-2 スタジオ。3-2ですか。新しくできた。はいはいはい。とっても気持ちのいい明るいスタジオで、明るいですね。生ちゃんの映像がもういつもより明るいから、はいはい、オッケーボーイ嬉しくなってきた。今日はですね、はいはいはい、いつもこの瞬間が一番ドキドキするんですよブルースなんかやっ、お、むちゃくちゃ興味あります。と思ってありがとうございます。作ってきました。え、12小節で一回しなんですね。うんうんうん。なのでその12小節サイクルに慣れてもらうために、はい、今日はあの基本的なことをやろうかなと。 OK です。ブルースでセッションできたらいいかな、はい、うわかっこいいですね、はい、A のブルースを今日やろうかな。コード進行とちょっとしたフレーズと、はい、でブルースのスケールを覚えれたら、うん、ありがとうございます。持っております。まずパワーコードで、パワーコードしてますか。これは6弦の5フレット、はい、5弦の7フレット。なるほど、はい、はい。こっちでもできるんですけど、はいはい、後々のことを考えて今日はこっちでやります。わかりました。 1-2-3 1-2-3 のジャッ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 。え、覚えてるよ。じゃあ1小節ずつリレーしましょうか。わかりました。これ先生左手の、左手のミュートを使ってますでしょうか。あ、左手も使ってる、うん、このシャッフルというんですが、ここを弾いてるわけですね。はいはい。なので、はい、これをいいノリで弾くコツがあります。はい、いいノリで弾くコツ、はい、お風呂入ってからやるんちゃいますか。あなた、はい、なんか肌ツヤツヤしてますよね。いや今日はね、あのだからここはその照明が綺麗やからこの一泊一泊で考えたらジャッジャやけども、うん、こういう捉え方もできるんです。それ気になってたんですよ。じゃ、じゃじゃ、じゃじゃ。やっぱそうか。そうするとグイグイこう進んでいくような、うん、というのはね、ジャツチャって考えるとちょっと後ろに引っかかりがちなんですよね、ノリが、うん、なのでそれを修正するためにちょっとここの意識して、はい、ジャツタ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 っていうノリを出すために、はい、まあここもちょっと意識する。わかりました。はい、はい、この感じでいきましょう。 D は分かりますか。パワーコード、ここが D だから、はい、ここですね、はい、A、D、A、A といきます。空振りっていうか、いや、手は振ってます。うん、だからあんまりこう固まるとね、こうするとなんかいいのにならないので、やっぱり3連符ちょっと感じながら、まあスローブルースなんで、もうちょっと速くなるともうそんなんやってられへんからこうなるけど、うん、これぐらいやったら3連の手の振りがいいかなと。わかりました。はい、この通りにいけますか。大丈夫です。いや、ちょっとぶっつけで一緒にやってみましょうか。はい、ワン、ツー、スリー、フォになります。で、終わらせるときにここで A で終わると。これがギター1です。2拍4拍でセブンスコードをキャッと鳴らしましょうか。2拍4拍でセブンスコードをキャッと鳴らすんですか。2拍4拍でセブンスコードをキャッと鳴らしましょうか。クイッと行く。と行きたい、はい、キャッて行きたいから。だから高音源を狙ってこういう感じ。軽いノリ。ギター2の人です。どことどこでしたっけ。204拍あのドラムのスネアの代わりに、あースッドダンスッドダンスッドダンのこのターンの代わりに全然先生の聞いてなかったんですね、うん、自分のことで精一杯だったよな
ドラムの人になった気持ちで。せーの。ここからがちょっと難しくなります。3いきますか、はい、A7 の時にえかっこいいでしょ、4弦の5フレットを人差し指で押さえて、でこれを7フレットにスライドします。でその時に中指を2弦の7フレット鳴らします、うん、でこの2本の指をいきなり難しくなりましたそう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 、音を残しながらはこれが3弦と1弦になります。はい、ということは E7 の時はどうなるんですか。横ずれて、そうそうです。これがまあギター3なんですが、僕がギター1を弾くとギター2を弾く人がいなくなってしまうので、ギター1と2を両方弾きます。こうなります。二刀流。はい、かっこいいですね。やっぱ音が違うな。響くよな響く。これリバーブかかってるだけですよ。あ、いい感じ。これがもう一気にできへんわ、この。ここ A 続くじゃないですか。2回同じことをすることになるので、ちょっと変化が欲しいなと。2回続くときはこの2回目を変化させます、はい、うわおーうわおーかっこいいでしょ。あのこれ一緒に弾いてますか。帰りは、帰りは、あ、一緒に弾いてるかな、うん、一緒に弾いた方がいいかな。で、ここも続くでしょ、うん、はい、そう、で、すかさずまた元に戻して、そう、ここは2回続きます。ここはね、こんな感じで、おいけたいけたいけた。で最後まあちょっと景気よくいきたいので、はい、おーっと景気いいですね。さっきやった D のこの小指出すやつと同じ形、うん、最後の E7、 ここの E の時にやりますね、はい、それを。
ッチリです。じゃあ私はギター1と2を混ぜたやつを弾くので、はいはい、ギター3をやってみてください。わかりました。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回やります。ワン、ツー、スリー、フォー。やってるうちに慣れてくるでしょう。1と2混ぜたやつやってください。わお、そっち3やります。ちょっと待ってくださいよ。ですね、です。めっちゃなんか全然ちゃいますね、先生と。結構ミュートしたらいいかな。こっちも右手でめっちゃミュート、で、ここはもうほぼ 1,2 弦ぐらいを狙うようなイメージで、なるべく短く切る。キャッツッツッキャッフェードアウト。これどうと、こういうことってあります、先生？あります。ギターあるあるですか？初心者あるあるで。休憩しよう。休憩しましょう。4回し目は、え、はい、ブルースを歌ってください。わかりました。1、2、3、4。